誕生日の話したい。聞きたい。昨日のか。昨日、マイクラ界隈の人たちが誕生日パーティー開いてくれたんだよね。嬉しいです。まさか、ラッターが誕生日パーティーを受ける日が来るとはな。7年前に一人でパソコンの前で 1K の部屋でセブンイレブンのショートケーキを一人で食べていた男とは思えない。誕生日会メンバー誰いたん？キックンさん、FB さん、エオさん、キョウさん、コネさん、チーノ、ピクさん。チョコだけだったんだよねって。いや、そう聞いて。マジで、なんか、最初、キックンとキョウさんが計画してくれたんかな、多分。もう最初から、誕生日パーティーしようぜ、みたいな感じで、じゃあこの日ね、つって。計画してくれて、俺行って、みたいな。で、最初、なんか、キックンさんが予約してくれて、すげえいいとこの、ご飯？ホテルのなんか、ご飯食べに行ったんよ。そこで、まあ最初ね、たらふく、ご飯食べて、うわめっちゃいいやん今日みたいな感じで過ごしてて、この後ってなんかあるんすかみたいな感じに話になって、そしたらキックンが、いやもう任して、この後ももう予約してるからみたいな。ちなみにこういう時のお会計はじゃんけんなんよ。もういっつもね、いつもっていうか、多分俺が持ちかけんだよね、いつも。キックンさん、今までキックンさんって、なんか自分が出してたらしいのよ。やっぱ年長だから多分。年長者だから、いつも俺払うんだよね、みたいな。いやいや、やっぱそれは、良くないっすよ。じゃんけんしましょうって、俺が、まあもう結構前からだから、俺がそうやって言ってからこういう風潮が出来上がって、で昨日もちゃんとじゃんけんだったんだけど、8人のいいとこのご飯だから、めっちゃやばいのよ。で、なんか俺、ラッタはいいよ今日は、みたいな感じで7人でやってくれた、じゃんけん。マジで、ひりついてた、昨日のじゃんけんは。昨日のじゃんけんはマジでひりついてたわ。さすがにね。そういう時に、なんか、みんな結構男気じゃんけんで、なんか男気じゃんけんでさ、うわ、払いてーみたいになるやん。うわ、マジで勝ちてーじゃんけんみたいな。そういうちょっとまあ、ロールプレイをするんだけどね、みんな。ちゃんとチーノだけ毎回苦しそうなんだよね。マジで毎回チーノは、苦しい感じで挑んでる、いつも。でも7人だから、なかなかね、決まんない。結構アイコは続いて、やっと、決着って思ったら、3人残って、誰だっけな、残ったの。
ちょっと俺動画をね、思い出用に動画を撮ったんだよね。これはもうあげれないけど。誰だ？あ、FB さん、キックン、チーノ。チーノ、決勝勝ち上がってマジでおもろかった。勝ち上がるんだよね。やっぱ物欲センサーの逆っていうか、一番苦しいやつが残るんだよね、こういう時って。で、結局。じゃんけん、じゃんけん、ほい。この3人でじゃんけんして、残念ながらチーノだけ負けた。まず。うん、こん時のチーノをマジガッツポーズしちゃってるからね、男気じゃんけんなのに。うん、マジで性を実感してたあいつは絶対。脳汁半端ないっていつも言ってるもん、あの時。で、FB さんが払ってくれたんすよね。いやマジ先輩、あどっす。ここでの FB さんがちゃんと勝ち上がるのはね、もうさすがっす。うん、あどっす。100万円くらいって、バカ、どこのご飯屋さんだよ。そんなじゃん、そんなじゃん。君らが想像するよりも全然あれだよ。うん。でもいいとこだったから美味しかったね。で、まあ2軒目、そのホテルの別のところのバーみたいなところに行ったんだけど、2軒目に行く最中で、キックンが、はっ！ってなって、え、どうしたんすか？ってなって。さっきのお店でデザートで誕生日ケーキみたいなやつ頼むの忘れたわみたいな言ってさ、なんか仕込んでくれてたらしいんだけど、お店に頼んで、それを頼む前にまさかの出ちゃうっていうね、俺ら。頼まずに会計しちゃって出て、次のお店に向かっちゃうっていう。そうそう、2軒目のバーで、まあその1軒目が近かったから、ご飯屋さんが。チーノとエオさんがちょっと戻ってくれて、さっきのお店に。なんかちょっとどうにかなりますかみたいなこと交渉してくれて、で帰って、ってきて、すげえコソ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 持ってきて、うわこれケーキやれたんかって思って持ってきたのがあれ。うん、めっちゃなんか背中をこっちに向けてなんか隠してる感じで、えマジで持ってこれたんだかん出して持ってきたのがこれ。
めっちゃラップに包まれてるシワシワのこれ、綺麗な文字で笑う。ハッピーバースデー。しかもなんかさ、お皿とかじゃないんだよね。これだけにしてもなんかもう本当にお店のキッチンの冷蔵庫にあったやつをパッともうわしづかんで持ってきたみたいな。そう、しかもなんかまあラッター誕生日おめでとうみたいな、なんかあるやん、チョコペンで書くやつ。そういうのでもない。うん。誰宛てとかも何もない、まあこれみたいなね。見バレ防止か。なるほどね、さすが。うん。リスクヘッジ。